7。するな。まさか。体験できなかったが、味は悪くなかったぞ。味よりも、あなたはおまけの宇宙船に興奮していたようですが。うるさい。ジュスティーヌこそ、あのピクルスとかいうの残したくせに。あれは地球の食べ物ではありません。おそらく、宇宙生物の卵か何かでしょう。何？そうなのか？おい、どっちが本当なんだ。私は食べてしまったぞ。味は悪くなかったわ。落ち着きなさい、カロリーヌ。そろそろ本題に入らなければ。まあ、実際に食べてみて分かった。バーガーで宇宙を再現するのは限界がある。おまけで宇宙を提供するとは姑息だが、これはこれで認めねばなるまい。今回のお題に答えたこと認めてやろう。
報酬はこちらです。今後もこの調子で励めよ。構成に役立つ場所は他にもたくさんあるからな。しかし外の世界にはお店というものがあるんですね。対価を払うことで様々な欲望を満たすことができる場所。興味深いな。研究の余地がありそうだ。まあいい。囚人、ご苦労だったな。本日最後の刑務として我らを送り届けろ。暑くないか？なあなあ、何これ？生徒の皆さんへのお願い？情報を募集しますだって。校長が貼ったらしいよ。気づいたことがあれば生徒会長へ相談してください。相談って何でもいいのか？つーか、なんで生徒会長に？校長と関係なくね？新島さん、校長のお気に入りだし、それで頼んだんじゃない？悲しいね。答えてごらん。これだ。その通りさ。やるじゃねえか。会長、あの刑事どういうことですか？あれは校長が勝手に。早速相談が届いてます。脅迫されてる生徒がいるらしい。怖いので何とかしてください。え？弱みを握られてお金を要求された。警察にも相談できず困っている。これって渋谷で噂になってる犯罪のことじゃ。うちの学校にも被害者がいるんですね。私たちどうしたら。生徒会の仕事じゃないですよ。僕らだって怖いし。昨日校長に呼ばれてましたよね。何も聞いてないんですか？いや、そのわからない。今日は校長が不在なの。明日確認してくるから待って。まあ会長がそう言うなら。混乱させてごめんなさい。大丈夫、私が何とかする。だから心配しないで。なあ、
ま、いいよ。ああ。どういうこと？え？そんな。よし。参ったな。お大事に。おう、帰ったか。ナナ。よし。なるほど。うんうん。今日はどうする？では。どうするのだ？ほう。案内なさい、囚人。褒めてやる。
と？それってどう思う？それ気になってた。やばいよね。ほんとすごい。そうだ。じゃあ、君。これだ。正解、すごいな。校長、生徒のこと探ってるらしいね。気になることでもあるのかな。鴨志田先生のことじゃない？鈴井さん絡みのあの話。校長もセクハラのこと知ってたのに放置してたんだって。きっともみ消すつもりなんだよ。バレー部とかに口止めしてるって聞いたし。最悪。それで新島先輩を使ってるんだ。そうそう、生徒会長もグルだって噂。いい子ちゃんの顔してひどくない？新島先輩も知ってた。どういうことですか校長、勝手にあんな刑事を。私の計らいだよ。広く情報を募れば調査がはかどるだろうと思ってね。それで例の件に繋がる話はあったかね。はあ、何かあればこちらからお伝えします。今はそれよりも囚人学園内に犯罪組織に脅されている生徒がいるようなんです。うん？掲示を見た生徒から相談があり、対策をお願いできませんか？何かの間違いでは。我が校の生徒に限ってそんな怪盗騒ぎで生徒が混乱してるとか困るんだよ、こんな時期に。ですが現に相談が。私は忙しくてね。どうしてもと言うなら君が解決してくれ。はあ、論点が変わってませんか？例の件の調査もありますし。そうだ、ちょうどよかったじゃないか。やはり私の狙いが功を奏した。犯罪集団つながりだよ。その犯罪組織とやらの話を追えば回答の手がかりも得られるに違いない。そんな無茶苦茶な。仮にだよ、仮に本当だとしてだ、君は困っている生徒を見過ごす気かね。それは。君のお姉さんが君の立場だったらきっとうまく解決するだろうね。私は君にとても期待しているんだ。いい報告を待っているよ。
いいと思います。さすがです。よし。お先に失礼します。よし。いらっしゃい。おい、どっちがいい？なあなあ。ありがとう。そうだな。さてと。なあ。よっしゃ。よっしゃ、行くか。よっしゃ、行くか。マジかよ。
よし。おう、任せろ。頼んだ。うまいじゃねえか。満ち足りた時間だった。こんなもんだな。またな。テレビ番組を作るためにスポンサーを募るんです。番組合間の CM はご存知だと思いますが、あれスポンサーの関連商品なんですね。まとめると、番組制作費を集めるため、局としては視聴率が大変重要なわけで。へえ。おお
じゃあよく聞いとけ。お昼にドラマの再放送が続いたり、夜は美人の女子アナさんが出る報道番組が流れたり、つまり編成部というのは何時にどの番組を放送するかを決めるところで、番組の編成を決める場所ということになりますかね。そのまんまやな。あ、眠。収録された映像は見せ場だけ切り取って放送時間の枠に収められるわけです。映像を番組用に編集する場所が編集室ってことになります。おい、これいつまで続くんだ。つか、そろそろ限界。うぎょ。一体何なの、うるさくて仕方ないよ。おい、おっさん。すみません、すぐ撤収させますから。はい、次は現場体験です。あのおっさん何様だよ。君テレビ出てみたくない？は？君スタイルすっげえいいからさ。いや、今見学中なんで。興味出たら連絡してよ。君の連絡なら昼夜問わず大歓迎だから。はあ、何が大歓迎だ、下心丸出しじゃねえか。どいつも外見ばっかで腐った大人しかいねえのかよ。心引っこ抜いてやろうか、クソ。でけえ声出すな。真面目な生徒のふりしに来たんだろうが。退屈なのはわかるけど、頼むから問題だけは起こさないでよ。じゃ、まあ亀足体験してもらうね。ああ、カメラアシスタントってこと。カメラを移動させるときにケーブルが絡まないようにさばいて、そこの金髪くんでいいや。元気あり余ってるみたいだし、寂しけりゃ隣の彼も。ほら、さっさとさばいて。くそ、最悪だよ。なあ、めんどくせえ。テンション下がるわ。くんな、俺ら客だろ。なんで雑用やらされるわけ。全然すっきりしねえ。便所行ってもすっきりしねえぞ。これ声でかいから。まあ気持ちはわかるけど、お互い災難だったね。こんなのが明日もあんのかよ。サボるんじゃねえぞ、リュウジ。待ってるよ。いい子ちゃんだろ。怪盗団も楽じゃねえな。そういえば今日現地解散なんだって。日頃あんま来ない方向来たし、気晴らしにどっか寄って帰んない？我が輩、あそこがいいぜ。来る時見えたでかいパンケーキみたいな場所、なんだか美味しそう。なんなんだあれ。ああ、ドームタウンか。丸いあれは野球場だな。あと周りは遊園地。ビル街の真ん中なのに結構ガチな絶叫マシーンとかあるよね。よし、挑戦だ。我が輩の男気見せてやる。別に絶叫マシーン乗れたからって男気感じないけどね。その前に猫乗れねえだろ。そうなの。カバンに閉じこもってりゃバレねえかもだが、絶対ゲロ酔いすんぜ。けど行ってみっか、ドームタウン。なんか行きたくなってきたわ。私もジェットコースターのお腹になった。我が輩、別にゲロ酔いマシーンじゃなくても。失礼、その服囚人の学生さんですよね。何？たまたま近くを通ったんで挨拶でもって。明日一緒に出演するから。ああ、僕明智五郎って言います。明智？出演？お前有名人なの？
何回かテレビに出させてもらっただけだよ。あ、ごめん、本当に通りかかっただけなんだ。もう行かないと、明日の打ち合わせなんだ。これからケーキ食べに行くのかい？僕もお腹空いたよ。お昼食べ損ねてさ。あ？ケーキ？何の話だ？あれ、違ったかな？美味しそうなパンケーキとか聞こえたから。まあいいや。じゃあ明日スタジオで。あいつ、駆け出しの芸人かなんかだな。あの髪型変えねえと人気出なさそうじゃね？何も分かってない。まあいいや、どうせ明日すぐ会うんだしよ。行こうぜドームタウン。よし、なあゲロ酔いマシンやめてケーキにしない？気分悪っ、マジ酔った。だから我が輩が言ったんだ。お前こういう時だけ猫って言い訳使いやがって。そんなことよりさ、お腹空かない？なんか食べてく？パンケーキとか。明日もあるんだし帰ろうぜ。さてと。書くか。